でもなんか嬉しいですね。こういう、こう、やっぱすごい人たちと、ちょっとプレイできてるだけでも。こうなんか普段は知らない人じゃないですか、一緒に戦ってないから。でも今回はね、その皆さん、有名な方だったりとか、知ってる人だったりとかして、それが面白いなと思います、こういうカスタムイベント系は。なかなかこういうのはね、できないですうん、からね、そう簡ないで単すに。からね、どっかの主催してくれるとこがあって、で、そこに参加できて初めてこういう場があるから、面白いですよね、やっぱり。それこそ僕はなんか2人でよくやってる相棒がいるんですけど、その彼とかも今回別のチームだったりしたりとかしたりとか、事務所、同じ事務所の後輩も別チームに入ってたりとかして。そっか、参加されてるんですそうでね。す、この9番の不破湊君とか、8番の両面クズハっていう人とか、あと1番チームおお。の千比太郎さんとかはむし秋ろ太郎先さ輩ですね、事務所のん。おお。他も。参加されてらっしゃったりとかしまじゃあよす。く一緒に。そうです。よく一緒に遊んだりやったりとかしてるメンバーとかも、今日はね、敵として別のチームでいたりするので。でもいつもこう一緒にやってる、まあ仲間がこう違うチームだったりするとどんな感じですか？まあ、なんかこう、その不破君と千比太郎さんは結城さんって人なんですけど、はやっぱりこう戦場で会いたいなって思うし、そのクズハが一番仲いいんですけど、はやっぱ負けたくないなっていう気持ちもありますね。そこにちょっとこいつより順位上行きたいなとか、出会ったらフィニッシャーわざと決めたいなみたいなのとかもあったりしますね。いい意味でこう闘志を感じたりしますね。良きライバルみたいそうですね。普段は仲間だけど、敵ん時は負けたくないな、みたいな。ですね。いや、いいです。